はい。皆さん、こんにちは。ワンダリュウジです。では、今回は、ハソバヤホ、現代中国プレイ続きをやっていきたいと思います。もう、ここまで、特にね、海軍でアメリカに完敗、さらに、たびたび、上陸も許すという厳しい戦い続いているんですけども、まあ、このままじりじり同じことをしていても、まあ、一切、反転攻勢の機会は訪れないだろうという危機感からですね、今回から少しずつ、反攻作戦を行っていきたいというふうに思っています。とはいえですね、むやみやたらにアメリカ軍に攻撃を仕掛けても、まあ、勝ち目はないという状況もありますので、まず部隊の整理からね、行いましたので簡単にご紹介します。まず陸軍なんですが、これは完全にやっぱり海岸の防衛ですね。海岸の防衛を行います。ただ今回ですね、この友軍の2軍、これをうまく活用していきたいというふうに思ってますので、一旦ですね、これを海南島に移します。続いて海軍です。海軍なんですが、艦隊を主力艦隊としては、まあ、主に3つに分けました。主力第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊と、まあ、主に水上部隊を中心にバランスよく艦艇を配備しています。で、あとは潜水艦ばかりを集めた第一潜水艦隊も今、再編中です。で、空軍の方なんですが、空軍はですね、台湾がやっぱりどうしても制空権が取れないという状態です。まあ、ただ、なぜか沖縄、そして西沙諸島に関しては制空権が取れている状態なので、今回はですね、まずは西沙諸島、ここの奪還をね、行っていきたいというふうに思っています。ここです。と同時に、空軍の方はアメリカ海軍を、少しずつ撃破していく。今だとアメリカ海軍がやっぱりこの、近辺に展開していて、身動きが取りづらい状態になっていますので、これを少しでも数を減らしていく。そして沖縄と台湾、西沙諸島を取れば、一旦この極東アジアにおけるアメリカ軍の拠点を全部潰すことができますので、まず作戦の第一段階としてはそこまで、さらにその最初期の作戦としては西沙諸島の攻略、これを行っていきたいと思います。では時間を進めていきます。まあ、西沙諸島の攻略のためにはですね、アメリカ海軍を一時的にこのパラセル海近辺から追い出して、中国海軍が一時的にでもいいので、ここの制海権を取る必要があるので、ちょっと待ってね。EU が、ポルトガルから去ると。逆だね。ポルトガルが EU から去る。もう EU はもう完全に瓦解しましたね。このゲーム上でも。おっと、ここで、強襲上陸。強襲上陸は全部潰しておかないと、厄介なことになる。まだ香港か。上陸をできればされないようにしたいものの、今上陸されているこの時をうまく使っていくというのも手ですよね。我々の海軍をちょっと動かしましょう。海南島に入れます。これで4つの艦隊、水上艦隊が3つ、潜水艦隊が1つ、4つの艦隊すべて海南島に移します。で、このパラセル海、ここの制海権を取り、一気に西沙諸島を落とす。その時には先ほど海南島に移した第2軍、友軍の第2軍を使っていきます。まずは香港だな。ちょっとマカオもね、しばらく行ってないですからね。今でもたまに最初名前なんて名乗ってるんですかって聞かれるんですけど、ワンダリングルフィッシュ、回遊魚って名乗ってます。じゃあその回遊魚ってなんだよってなると思うんですけど、これはですね、僕が海外旅行にハマるきっかけになったマカオにある、リスボアホテルっていうところも、この話何度かしてるので、またかよって方もいらっしゃると思うんで、その方はね、聞き流していただければと思うんですけど、リスボアホテルっていうところがあって、そこの地下にですね、
まあ女の子たちがたむろしているところがあって、まあ会話が弾んでうまくいけば、お持ち帰りができるっていうね、そういう場所があって、それを誰が呼び始めたの？回遊魚って呼んでいるらしいんですね。もう実はその回遊魚は壊滅してしまったんですけど、なので、回遊魚、ワンダリングフィッシュというふうに名乗っています。まあ、呼びかけるときは、まあ、ワンダーだろうが、回遊魚だろうが、まあ、何でも構わないんですけど、まあ、そういう思い出の地、香港であり、マカオですね。では、第2軍、到着、もう少しでしますね。第2軍が到着したら、艦隊を使って、一気に、西沙諸島を制圧しましょう。アメリカ軍にこの動きを察知されて、このパラセル海近辺に艦隊を集結されると厳しくなりますからね。そうならないように配慮しましょう。ではこのまま時間を進めていきまーす。はい。では友軍の2軍がですね、海南島に到着してますので、強襲上陸をかけていきましょう。ここでうまく強襲上陸ハマってくれれば嬉しいかな。で、スキルだけどこれっていうのはないけど、レンジャー、今から向かうのは、西沙諸島だからな。まあ、一応、三兵を入れておきましょう。で、ここからですね。強襲上陸作戦を行っていきます。強襲上陸の準備が整ったら、海軍を繰り出して、一気に、いや、一時的にかな。この辺りのね、制海権を取りに行きます。あんまりこの海南島とか西沙諸島とかね、馴染みがないんで、まあ、行くこともあまりないわけなんですけど、ベトナムは本当に一度行ってみたいんですよね。あとはフィリピンだね、フィリピン。フィリピンもね、楽しいところみたいですからね。セブ島とかね、行ってみたいですけどね。まあ、ただちょっとやっぱり、タイとかベトナムに比べると治安がね、一つも二つも落ちるというか、まあ悪いらしいので、まあ、直近で行く予定はないですけど、行くときは注意が、まあ、必要なのかなとは思います。では、強襲上陸の準備整いましたので、一時的に海軍を解放していきます。なんとしても、一時的にこの領域の制海権を取る。まあ、そういうことですね。そして、西沙諸島を取る。さあ、これでどうだ？少し時間の進みを遅くして慎重にプレイしていきましょう。さあ、強襲上陸が始まった。まずは西沙諸島。これがうまくはまれば、次は沖縄と。こういうことを繰り返して、最終的には台湾をね、取るというところまで持っていきたいと思ってますので、まずはこの西沙諸島を取ること。そっからですね。制海権がどうなるか。そしたらここにね、空軍も配備できますからね、基地があるので。さあ、うまくはまってくれ。これはアメリカ軍の空母じゃないか。今まさにここにいるのは。原子力空母のように見えるけどね。さあ、上陸できた。あとは敵を倒して占領できるかですね。これは何、あっさり占領できちゃったってことでいいのかな。そうだね。そしたら海軍は戻しましょう。虎の子の海軍を失うわけには、まあ、いかないので、全艦隊、やり逃げします。
聖者諸島は思ったよりサクッと取れたね。となるとあとはここに配備していきましょう、物を。まだ取れてないのかな。ちょっともうちょっと行く末を見守りましょう。取れてない、取れてないぞ。これは取れてるのか取れてないのかよくわからないな。ちょっと確認をしていきます。違うな、まだまさに強襲上陸中だな。これで今取った状態だね。で物資不足になっているという状態だよね。よし、 OK だ。であればここに航空機を配備。そうだな、100機しか配備できないとはいえこの100機は非常に重要だからな。近接航空支援機、これを100機配備しましょう。で第二遊撃軍ですけど、これ3師団ぐらいに減らしましょう。このままだと全くもって補給が成り立たないっていう状態になるんで、ここは師団を再編しておきます。はい、ではまずですね、聖者諸島を思ったよりサクッと取れました。なので次なる目標は那覇、沖縄ですね。ここを取りに行きましょう。そしたら台湾の包囲網が完成する、まあ、そういう状態ですね。いや本当にね、もう今年はタイに行けなそうだよな。本当に残念ですね。その分ボーナスも日々の給料も今までだとタイに遊びに行くのに結構使ってしまってたんですけど、身の回りのね手元に残る資金は増えましたけど、やっぱりまあ毎月行ってたのはちょっとやりすぎかなと今にしてみれば思いますけど、 2,3 ヶ月に1回ぐらいはね、まあ、バンコク行ってのんびり羽を伸ばしたいなと思うんですけどね。なのでまあ今のままだと今年いっぱいは厳しそうですけど、うまく回れば10月11月秋口ぐらいにはその渡航が解禁、まあ今でも解禁というかその隔離、14日間の隔離がなければいけるんですけどね、14日間隔離される前提で行って14日間缶詰になってると全然楽しくないですもんね。そこはちょっと考えもんかなと思いますけど。さあでは沖縄攻略を行っていきましょう。最短距離を走る沖縄に向けて各艦隊も移動させておきましょう。艦隊はそうだな、台湾近辺は危険だからどのあたりに艦隊を集結させるか、これもちょっとポイントですもんね。沖縄に近ければ近いほどいいし、大衆あたりこの近辺に艦隊集結させましょう。はい、ではですね、高祖ここに今艦隊と、陸戦隊を集めています。まあ、陸戦隊って言っちゃうのはあれだな、帝国の決断2を今平行でプレイしているのでそう呼んじゃいましたけど、陸軍を置いています。じゃあここから強襲上陸の準備を行いましょう。沖縄だ、狙うわ。で強襲上陸の準備が整ったらですね、再び、海軍を一時的に展開して瞬間的にここの制海権を取りましょう。で早くも整ってるね。そしたら一時的にね
ここも正解権を取ります。さあこれでどうだ。ちょっとここも慎重に進めましょう。沖縄を取れるかどうか、むちゃくちゃ重要だからな。アメリカ軍もね、この沖縄には航空機、西沙諸島が100機前後だったんですけど、ここは1000機前後、つまり10倍の戦力を置いてるので、すんなり沖縄が取れるとは思ってないんですけど、まずは沖縄にどれほどの戦力がいるかっていうのはね、ちゃんと見極めておく意味でも、一当たりかけてみましょう。このまま、このまま、このまま。正解権が取れてる今のうちに、十師団を送り込みましょう。沖縄が取れれば本当に台湾攻略がね、見えてくる状況にもなりますからね。さあ戦闘が始まっている。厳しそうだな。どんだけの数の師団がいるのかわからないですけど、押し返されるかな、アメリカ軍のこの師団の数。ちょっと見えないけど、中国は10師団。アメリカがわからないですが、海岸で防衛を受けてますね。これは厳しそうだな。押し切ってくれればいいですけどね。もう一個一個の師団の戦闘力がね、アメリカ軍と中国軍では一個一個あたり10倍以上の開きがあるので、もうこれは厳しいよね。確かにまともに戦っても勝ち目がない。まあ、ただここでこんだけの戦力が沖縄にいるんだよねっていう確認をね、まずしていきましょう。防衛戦は失敗ですね。では海軍引っ込めましょう。これ沖縄を取るのはそう簡単ではないというのが分かったので、もうちょっと師団の数を増やして、師団の連成度も上げて、攻略ができるように考えなきゃいけないですね。師団の編成の見直しだな。アメリカ軍は我々の10倍の力を1個師団あたりで持ってるので、まあ10師団同士、敵師団に対して10師団をぶつけても勝ち目がなかったので、師団の数を20師団にしてちょっと考えてみましょうか。ただ正面戦闘幅もあるので、まあ、そのまま20師団にするだけじゃなくて、各師団の戦闘力も上げていくというところですかね。はい。では今回西沙諸島だけで沖縄の攻略は失敗しましたけども、次回はですね、沖縄の攻略に向けて続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。